こんにちは、浜野です。今日はですね、とっても美味しいお酒のご紹介をしたいと思います。甘口なんですけどもね、これがまた強烈にうまいんですよね。そのお酒はこちらの黒龍本醸タレ口ですね。本醸造のタレ口というこのタレ口というのは、まあ、お酒を絞るときにですね、絞ったお酒がちょろちょろ出てくる、その口のことを言うんですけども、その口から出たお酒をそのまま、瓶詰めしたというような意味合いです。ですので、ほらこの通りちょっと濁った、ちょっと折り引きしてませんのでね、ちょっとうっすら濁ってますね。さて、それでは早速飲んでみたいと思います。でちょっとガス感がね、あるみたいな感じですね。ちょっとプシュッと入れましたね。うっすら濁った感じですね。香りはですね、白い桃とか、バナナの香りですね。すごく豊かな香りです。これね、もうこれ本当に米からできてるのっていうぐらいすごい果実感、バナナとか、桃とか、いろんな果物の感じが口の中にブワーって広がってくるんですね。こんなね、果実感のあるね、お酒ってのはワインでもそうそうないですよ。で、こう後口甘いんですけど、結構酸味がしっかりしてるので後口キュッとしまってさっぱりしてるんですね。すっばらしくうまいですね、これ。こんなね、美味しいお酒をね、この値段で出しちゃったらダメだと思うんですよ。黒龍本醸タレ口、これがうまいんですよ。